テレ朝動画。お待たせしました。はい、皆さん、今回ですね、はい、せっかく都会を離れた場所に来たので、はい、まあ、こういう場所でしか体験できないことをやりたいなと思っております。まあ、そこで皆さんには釣り、釣りに挑戦していただこうかと。釣りこのロケーションやと渓流釣りですか？もちろん渓流釣り。したことないです。釣り経験のある方ナイス。あれフィッシュもない。ナイス。初めて。これなんかマジで釣り堀とかは、まあ、ちっちゃい頃に。釣り堀もない。釣り堀もありません。せっかくなんでちょっとしたゲーム要素を入れたいなと思っております。それがですね、英語ちょい混ぜトーク。何でしょう、何だろう、それ何だろう。タイガー服部和術。はい、皆さんですね、海外遠征がすごいいろいろとされてると思うんで、英語が堪能なはずだと。なんで一言トークの間に必ず最低1個の英語を入れてください。いいですか？例えばベリービューティフルな魚が釣れたでもいいですし、集中してたらめっちゃハングリーになってきたなでもいいですし、日本語だけで喋ってしまったらマイナス1ポイント、いいですね。意外と難しいかもしれない。釣りが最終的に、まあ、終わった段階で一番、まあ、最低の方、個人戦ですね、を用意させていただきます。ちなみに今回釣りっていうことなんで、チーム戦で、はい、やりたいなと思っておりますが、はい、チームはどういうふうに分けましょうか？いや、そしたら部屋割り昨日の部屋割りで行くとこうですね。昨日の部屋割りだと全然なるほど。いや、俺昨日部屋割りで棚橋が俺の布団の上になってしまうと布団綺麗で寒かった。サーブじゃったら俺が端っこで真ん中に2色寝てる。真ん中でこういう風に布団引いたってことですか？自分たちは違う、自分たちはこうだった。俺はこう布団の順番です。こっちはどっちかって言うたら、こっちあの苦手な方なの。スクシーの小島さん、未経験者が大丈夫です。ビギナーズなんですよ。触れないです。魚好きなんだけど触れない。完全に戦力外ですよこれ。食べるだけが食べたい。食べたいだけです。こっちチームは、いやもうね、まあ本当にね、鯉、はい、が大好きで、鯉釣れないでしょ。鯉、ね、は釣れない。鯉は釣れない。僕マグロ大好きで、サンマ釣りたい。サンマ海じゃない。サンマ釣れるから。サンマ川魚です。わ、はい、かりました、はい、ちなみにあの買ったチームにはご褒美も用意しますので。ゲットのフィッシャー。はいはい、いや、ちょっと待って。